はいどうもこみです。さて本日も関西クラクラクラブから空村を見ていこうというふうに思います。キャピタルクランって言った方がいいのかな、都クランって言った方がいいんですかね。なんか都クランでちょっと言いにくくてね、キャピタルの方がなんかこうしっくりくる気はするんですけども、こちらですね、今カンクラですね、この都の山頂のホールレベル2になってます。まあキャピタルホールがレベル2ってことですかね。なのでこのバーバリアンキャンプレベル1っていうのが開放されてるんですけども、今日はですねこの状態における多分マストでこれ覚えておかなきゃいけないなっていう戦術を1個、ご紹介したいなというふうに思います。まあいつね終末対戦が実装されるのかちょっとまだわかんないんですけど、もう実装されたらこれ確実に、使った方がいいよっていうね、キャピタルホール2の方向けの戦術になります。まあ多分ここはね間違いはないと思います。自分で言うのもなんだけど、みんな多分これをまず上げるんじゃないかなと思うんですけど、まずですねキャピタルホール2でどんなユニットが使えるのかっていうのを見ていくと、これが使えます。これ、まず、スーパーバーバリアンですね、こいつ。あと、スニークアーチャー、これね、スニークアーチャー5体がいっぺんに出るっていう仕様になってますね。でスーパージャイアントがいます。で、もう1体これね工場バーバリアンがいます。でこれね、工場バーバリアンだけあんまり馴染みがないと思うんですよね。期間限定のユニットとして、クラクラのヒュルムラにも実装されていたし、まあ、メインでいるのはこれクラッシュロワイヤルの方にいますよね。でこいつ何なのかっていうと、これスウォールブレイカーなんですね。ヒュルムラでいうところのウォールブレイカーなんですよ。壁に突っ込んでて壁開けるんですね。そういうユニットになります。多分ねこれで全部だと思うんだ。おそらく他のところでユニットが出てくる部分ってないから、はいですね。で、他の方の動画でも言われてると思いますけども、確かジョーカーさんが言ってたかな、キャピタルホール2になったら、必ず、このバーバリアンの村の方先に穴開けた方がいいと思います。ここに、このアーミーキャンプと、あと、この、兵舎があるので、この兵舎のレベルを上げると、こういう風にね、スーパージャイアントをレベル2にアップグレードしますか、みたいな感じで出てきますけど、兵舎レベルがユニットレベルになりますので、まあ、そこをちゃんと上げておくというのが重要。あとは、当然アーミーキャンプがないと、ユニットのコストいっぱい持っていけないんで、この部分っていうのは優先的に上げるべきかなという風に思います。で、話して終わるだけではなく、今日はね、攻めを見たい。と思ってるんですけども、これも皆さんですね、タウンホール、キャピタルホール2で、このバーバリアンキャンプができる前からもう、多分、いけると思います。キャピタルホール1でもいけると思う。これ、村開いてチャレンジって言うと、こういう風にフレンドリーチャレンジができるんですね。こんな感じで出してみます。で、攻撃していきましょう。で、まあ、こんな感じでね、さっき言った4つのユニットを3体ずつ今回は持っていきます。で、どういう攻め方をするのかっていうと、めちゃくちゃこれシンプルで、ですね、まず、スーパージャイアントを1個出すじゃないですか。で、こんな感じで、スーパー、なんだっけ、バーバリアンを出していって、この工場バーバリアン、これがこう壁開けるんですね、これ。見た今の感じ。これで壁開けてくれるんですよ。で、工場バーバリアンでまた壁開けながら、ジャイアチャの感じを作っていく。っていうのが、いいと思います。サイドカットをしながらこうジャイアタを繰り返していくっていう、ジャイアチャかを繰り返していくっていう感じですかね。こんな形で、おそらくこれが基本的な形なんじゃないのかなって思います。こんな風にね、でジャイとか、バーバリアンをこう縦にしながらアーチャで押していくっていう、でこの工場バーバリアン、こいつを使って壁を壊していくっていうパターンですね。おそらくこれがもう鉄板の方法かと思います。この壁壊しましょうか。この中で出すとこれでボンってこう壊すね。ドンで壊したらバーバリアンが出てくるんですね。なんで、ジャイアントとバーバリアンがこう交流しながら前衛攻めてくれつつ、後ろからアーチャーが攻めていくっていう、この形がねおそらく、基本的な、キャピタルホール2の攻め方になると思います。でこれがちゃんと決まるとですね、こんな格好でほぼほぼ、まあ、それだけで全開が取れるんですよね。はい、なので、一番最初にまず押さえるべき戦術っていうのは、このジャイアチャに、工場バーバリアンを入れたような攻め方になるのかなと思います。はい、というところですね。どう？意外と簡単に全開できますよね、これね。ほら、僕も最初ね、なんかどうで攻めるんだろうなっていうふうにちょっと迷ったんですけど、クラクラのヒルムラの基本戦術っていうのが、まあ、そのまま今のところは、まあ、キャピタルホール2ですけどね。またまた序盤だけど、2ではまあ通用するかなっていう感じですね。はい。これで全開ですね。
このぐらい全開簡単に取れればなんかね、いいかなっていう気がしますよね。よくわかんないけど、まだ僕もね、このキャピタルホール1ってか、その、キャピタルホールの方やってみましょうか、これ。これね、ちょっとややこしくて、このクランの家ってやつがね、これ全部実はあれなのよね。施設になってるから、簡単にこれ、全開できないんですよ。簡単にってのは防衛は少ないんだけど、時間がかかるっていう意味ね。こっからしか立てなくってさ、で、この辺の真ん中の防衛を壊すのに、すげえ時間がかかりますよねっていうところなんです。こんな感じで、アーチャー出して、はい、行きましょうかね。まあ、いずれにせよ言いたかったのは、はい、キャピタルホール2で、やるべき戦術は、ジャイアチャですよ、ということですね。はい、まあ、今日の話のすべてが、これでございます。もうこれで終わりなのみたいな感じですけどね。これだけなんですよ、本当に。まあ、キャプテンホール3になると、今度、ウィザードの地区かなが解放されて、呪文が確か使えるようになったと思うんですね。はい。まあ、呪文が使えるようになると、今度はまた戦術の幅が広がってくるし、まあ、どんどん、奥深くなってくるんじゃないかと思うんですけど、さあ、あらかたね、周りをこう、これ時間かかる人どうでもいいけど、このさ、家壊すの。クソ時間がかかんのよね。本当に。まあ、はいはい。で、じゃあ真ん中に攻めていきましょうかね。こんな格好で。あ、いや、ちょっと待って。これやばいな。こいつだけ壊すか。こんな感じで。壊せるかな。壊せそうで壊せないかな。ちょっと、アーチャーを追加しましょう。はい。で、工場ババリアン。入れて、で、ジャイアント打って、ババからのアーチャーですね。さらにこれもう工場ババリアン追加してババを出すか。いや、これ無理だな。やっぱり一番上は硬いですね。一番上の村はそう簡単に壊すといない感じがします。で、このタンホールがもうタンホール2からイーグル砲のような感じでガンガン打ってきちゃうんでね。きついな。無理だった。やっぱりまあここの一番上のホールはそれなりに硬いですね。しっかり仲間と連携して、はい、破壊を稼いでいかないときついかなっていう感じです。ただまあ今こんな風に周り壊せて、中央がこう右出しになれば、あとここにね、ジャイとか、ババアチャをぶち込むだけで、全開多分取れちゃいますね。そんなに難しくはないと思うんですけど、まあまあ村が育ってきてからが勝負なんでしょうね。おそらくこのゲームも。まあまずは、ということで、今日お伝えしたかったのは、キャプテルホール2で使う戦術は、ジャイ、アチャですよと、3回言った。言うことないんだよね。だってもうこれだけだから。これだけだからね、言うことがないんですけど、はい、ということになります。でもさ、これって追い打ちもちょっとしてみたいよね。これ、降参して、例えば降参するじゃない？したら 44% じゃないですか。で、こっから、フレチャの場合って、もう一回自分で攻めれるんですよ、こうやって。で、じゃあ舞台を少し変えましょうか、ということで、もう工場バーバリアンいらねえから、ジャイと、この、アチャとか、ババを増やしていこうという感じでいきましょうかね、こんな感じで。したらほら、この状態から始められるんですよね。なんで、一気に、ジャチャチャチャイって言って、ババババババリアンって、こんな感じで、一気にユニットを出していくっていうね、こともできます。まあ、これやるよりも多分、スニークアーチャーをこういうね、壁際の防衛に当てて、ノーダメージで、防衛を壊していくっていうのがまあ、基本なんでしょうけど、まあ、こんな風にしていくと、あとはもう防衛は壊せるので、まあ、時間との勝負っていう感じ、外周のお掃除タイムですよね、をしていくようなことになるんでしょうね。これ、あれですよね。村の作り方、ビルダーの、その知識というかね、村作成の技術がまた少し深いものが理想ですね、今回って。今このキャピタルホールには、山とか、あと、川がないんですけど、バーバリアンの地区とかになってくると、川とかがあったりするじゃないですか、池とかね。そういう地形を利用した守り方っていうのも、これから必要になってくるし、ってことを考えると、やっぱり昼村のベースビルディングの技術だけでは多分、足りなくなってくるんだろうな。まだ別の発想がいるんだろうなって思うんですよね。まあそういった意味で、スラムラってまたね、楽しみ方の幅が結構広いので、それもね、都ホールレベルが上がっていったらいろいろ試してみたいなと思うところですね。ということでですね、関西クラクラクラブも結構ね、空村頑張ろうという気になってますのでね、でこれクラメンがたくさんいてくれないと全く育たないゲームなので、ぜひ、タンホール14の、ヒュー村タンホール14の方でしたら、で、対戦が好きな方であれば大募集しておりますのでね、ちょっと腕に自信があるないというのは、まあ一旦置いておいて、
ホール14で対戦頑張りたいですという方がいらっしゃったら、ぜひお気軽にね、申請してきてもらえたらというふうに思います。お待ちしておりますということで、今日の動画を終わりにしたいというふうに思います。いや、週末対戦実装早くしてほしいですね。ぜひ攻めてみたいと思うんで、楽しみにしながら、まあ、その時までこうフレチャーを使ってですね、じゃあ明日ぜひ試してみてください。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。